皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創造者の斉藤舞香です。春キャベツの美味しい季節になりましたね。春キャベツが大好きで芋虫のようにバリバリ食べちゃうんですね。もちろん生じゃなくて軽く火を通すんですけど、春キャベツのパスタとかも大好き で春キャベツで軽簡単にねパッと火を通してシチューっぽいの作ったりとかして、もう本当にあの春キャベツは一玉一人で食べちゃうんじゃないっていうぐらい食べてますね。ということで、ずっと春キャベツの季節が続いたらいいのにと思っています。もう普通のキャベツより断然春キャベツ。そして白菜の季節が終わると悲しくなるんですよね。まあ、夏は夏で美味しいものはたくさんあるんですけどね。で、昨日はねちょっとねいろんなあの曲についてメロディーラインについて違和感を感じる感じないのお話しさせていただいたんですけど、今度ねあの3月に、27日の方かな、異邦人っていう曲ね、あの皆様ご存知ですか。異邦人ね、子供たちが空に向かいってやってるんですね。両手を広げっていうあれを、フルートカルテットでパステルで演奏させていただく予定なんですけど、楽譜がね、ちょっと音がおかしくってこの間直したよって話をしてたんですけど、ちょうどこのアラジンの話をしてた時に派生して、昭和の歌ね今度ねさせていただくんですけども、昭和の歌って言ったらみんなどんなの思い浮かぶっていう話をね生徒さんにね聞いてたら、まあその中に異邦人が上がってきたわけなんですよね。で、異邦人、そのメロディーラインについて、私がそういえばねって言って、フルートで今度吹くやつここの音がこことここが違うのよねっていう話をしてこう吹いて、でこれ気持ち悪いと思わないって言ったら、あそうなんですねって言ってらっしゃって、で何人かお聞きしたんですけど、やっぱりあまり違いがねわからないみたいなんですね。だもんね、私がおかしかったのかな、小学校の頃だったんですけど、うちの親が好きで、その当時 LP レコードですねを、ひたすらレコード盤にかけてレコードのまだ針の時期ですね、はい、それでずっと擦り切れるぐらいねずっと聞いてたんで、なんか多分その音が耳に入っちゃって、でそのリズムじゃなかったりとかその音じゃないことにあれって違和感を覚えるみたいです。でも例えば美空ひばりさんの、あの川の流れのようにとかもね、これも昭和の歌なんですけど、これもね最初はちゃんとその美空ひばりさんが歌って通りないと気持ち悪かったんですけど、あまりにもいろんなアレンジをやりすぎて今もはや元が何だかわからなくなってるので、だから結局何に一番多く接してるかと何の印象が強かったかなんだろうななんて思ったりします。最初の刷り込みはね絶対大きいと思うんですけど、今もともとどれが正解だっただろうと思う曲がたくさんありますね。あと聴いて楽譜見て、楽譜見たら嘘っていうようなあの楽譜、歌ってらっしゃる方がかなりアレンジされてるものとかあったりとかするので、それはなるべく聴いて、楽譜を気にしないようにして歌ってる方の音をこうちゃんとした歌手の方だけですよ、真似してみたじゃない方ね、をなるべく取り入れるようにしています。なので世の中の皆さんはどうしてるのかなとか思いながらちょっとねいろんな方に聞いているところですね。多分出版されてる楽譜が正しいと思ってらっしゃる方が世の中には割と多いみたいで、だってこれ出版されてたからって言うんですけど、うちの生徒さんとかには常々やってるけど出版譜って絶対ではないんですよね。でましてや新しい曲なんかは耳コピして皆さん作ってたりとかして、最近は耳コピで簡単に自宅のソフトで楽譜が作れちゃってネット販売してたりとかするので、誰とは言わないんですけど、こうね演奏動画を上げてて、でこう書かれた楽譜がこう出版されてるんだけど明らかに音違うよねとかっていうのもあります。まあアレンジだったらば問題ないんですけど、明らかにアレンジじゃなくて1個ずれてるよねとか、例えばなんでそれ間違えれるのかなっていうような名前言ってはいけないね、本当に簡単なパプリカみたいな感じのやつを音間違えてたりとかするので、と思いながら、とりあえず出版譜であろうと手書き譜であろうとこう吹いて違和感があった時はまず疑う、で違和感を感じれると一番いいんですけども、違和感感じなかった場合でもそうですね、自分の吹いてる音をよく聞くっていうような習慣にした方がいいんだろうななんて思ったりしてます。でも人のことは言えないよな。
私もね、そうなんですよね。この間イニオニの話してましたけど、皆さんも機会があったらルナサさんのねやつをこう聞いていただけたらと思うんですけど、ちょうどそのまあこの間アイリッシュフルートのね生徒さんのレッスンがあって、その時にそのルナサさんのをかけながら、例えばこれを聞いて表紙を手で取るとしたらどこで表紙取るっていうのをねやってたんですよ。そしたらやっぱり「タララララリラリテリラタララララリレレ」って当てられて戦ったんですよね。はい、でそれだと一拍の中に3つある「タダダダダダリラリテレレラ」ってなるので、うん、8分の6拍子になるよねっていう話。でも実際には「ソーララソーシソーミレミファ」なんですよね。でなんか8分の6で取って途中だけヘミをっぽく取るっていうのも、私はおしゃれなので意外とこれありかなとか思ったり、どっちかっていうとそっち寄りに聞こえるなと個人的には思っているんですけども、世の中に出ている楽譜はちゃんと4分の3で書いてあるので4分の3で吹かなきゃいけないんだろうなぁなんて思ったりいたしております。いつか機会があったらね、ギタリストさんにね、どんな思いでこの表紙を選ばれたのかとかを聞いてみたいなぁと思います。どんな感じなんでしょうね。で、どちらにしてもあれも名曲なんですけど、結局アイリッシュフルートで吹くときにはタンギングは減って、ほとんどしないんでね。で、装飾を入れるので余計こう表紙感が、違うように聞こえるのかな。クラシックだと絶対リズムがね、裏から来てるかっていうのははっきりと出す形になってしまうので、うん、タタタってやるかタラタラってやるかは大きな違いだったりとかするんですけどもね。そのあたり私もね、アイルランドに行ったことがまだないので、ちょっとね行ってみることがこれからあれば、ぜひ向こうでいろいろ聞いてみたいななんて思っていたりなんかします。まあ、そんなわけでですね、違和感を感じる感じないの話から派生しましたが、3月26、27とそれぞれなんか昭和の歌にちなんだような、27の方は昭和の歌でまとめてるわけではないんですけども、演奏させていただきます。27日はパステルの方で演奏させていただいて、26の方は、はい、何回かご案内させていただいてますけど、まだねチラシを読み取っていないので、ちゃんとした状態でね皆さんが見れる状態で、お出ししてなくてごめんなさい。近日どっちかでアップできるようにしようと思います。 Facebook にアップができればいいかなと思っているんですけどね。今心に響くあのメロディー昭和の歌と題しましてですね、3月26日の、午後、2時半、会場は、2時からです。で、ピアノの石原光代さん、テノールの田中義和さんで、私の3名でコンサートさせていただきます。この日はフルートとミュージカルソーの持ち替えをさせていただきます。ぜひお越しいただいて、聴いていただいて、そして楽しんでいただけたらなと思っています。それでは皆様のお越しお待ちしております。またね。